次は腕振りです。腕振りはまずまっすぐ振ります。その際に肘は伸ばすのではなく曲げます。横から見るとこういう角度になります。腕振りの高さ、顎のラインまでしっかりと振りましょう。これは伸ばすと早く振れません。なのでしっかりと肘は曲げた状態でまっすぐ振ることが大事です。では次、ももの上げ下ろしに行きましょう。